とすんなんで、ほんとやめてよ、ちょっと出ちゃうんだってやべえ。ここからお悩み相談をしていくわけですよ。いくよ。ほんと小学生みたいなコメントやめて、ほんとに。ちょっとあのケープペンギンのケープさんが絵を描いてて、でもなんかほんとに私作業しながらパッて見た時になんて言うんだろうな、なんかどう考えても、いやどう考えてもね、私が見るにどう考えてもなんか3つのなんか白い紙の上に3つのうんちを書いてたんだよね。私にはうんちに見えてたんだけど、でもなんかそのキープちゃんのコメント欄の人たちがなんか栗とかなんて言ってたっけな、なんかとにかくなんか誰もうんちって言ってなくて、なんて民度の高いコメント欄なんだと思って、なんかステッカーでなんかうんちマークのステッカー貼られてるんだけど、なんですか、やめてください、やめてください、本当にやめてください、キープそういうのやってないです、はい。自分の部屋の中で太い床を見ると何かの動物のう、丸、ちが落ちていました。これどれぐらいの大きさだったんだろうね。どれぐらいの大きさなんだろう、うさぎさんぐらいの大きさかな、うさぎさんのう、丸、ちみたいな大きさだったのかな。スーパーチャットありがとうございます。うんち、あ、言っちゃった。う、丸、ちありがとうございます。